新幹線の京都駅、12月の今日は11日です、ウェブ戦略セミナーに行ってきます。さあ東京行ってきます。はい、忘年会の時期に立ち上がらないです。はい、何回目か分かりませんが、今日も楽しんでまいりましょう。はい、それでは乾杯。乾杯。絶対勝ちます、みんなワープしようとするんですよ、で一番なんかスピーディーに効率よくなんとなくこうもうブワーンとあの高速エレベーター乗れねえかってみんな思ってるんです。でもねそんなうまい話は絶対ないんです。絶対コツコツやった会社が勝って、そのところどころにそのほら生田さんがやってるようにやって広告出したりとか、広告っていうのは一応高速エレベーターなんです。あとはあの SEO 対策でその無理やり安全な SEO 対策をやるとか、ああいうのは高速エレベーターだけど、基本はコツコツ、YouTube だって1000人に早くなりませんかねってみんな言うんですけど、僕ね、この前も僕 YouTube にそれ出しましたけど、僕が YouTube でやってから1000人達成するまでもう1年3ヶ月かかってるんですよ。だからなんかそういうぐらいのコツ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 で、とにかくコツコツを積み上げる。でも方向性が、先生がやってる、藤谷先生が言ってる戦略あるじゃないですか、あれとインターネットマーケティングでもやっぱり設計図があって、それをドッキングさせてもらって正しい方向性でコツ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 やっていくと、たまにちょっと飛び道具みたいな感じでやっていくといいんじゃないかなと思います、はい、ということで、皆さん頑張っていきましょう。コツコツは、はい、ありがとうございます、はい。これの口で絶対外れてる考えてもありません。邪念が今年はどうもありがとうございました。ありがとうございました。来年はもっといい年にしようね、はい、それだけいい年にというのはやっぱり業績上げないと、あの経営者だけ、これがもう大前提、これしかないで、これをやってみた後個人的にはどうかも全然個人の任せるけども、業績を上げない人は多分うまくいかないっていう、このコミュニティではね、そういう形でやりますので、来年、今年うまくいった人が結構多いけども、来年はもっといい年にしますよね、はい、ということでコツコツ頑張りましょう、ね、はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで、昨日は、ウェブと、ウェブ戦略とニッチ戦略のサロンですねの方に行って、SEO 対策について勉強をしてきました。Google はですね、76ページ以上の、ページ数がないサイトは上位表示をさせてくれないらしいんですが、まあ、当社のホームページは、76ページは十分あるんですが、それでもね、さらに、ページ数の多いサイトもたくさんありますので、その中で勝ち残っていくためにさらに、ページ数をどんどん増やしていきたいなと思っています。それから、そうやって勉強してる間にですね、ここでは出産劇がありまして、カノンという、ね、可愛らしいお母さんがいるんですが、1匹だけ、お腹に赤ちゃんがいて、なかなかね生まれなかったんですね。ということで、獣医さんに、妻が走りまして、促進剤を打ってもらって、獣医さんの周りをですね、ぐる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 車で走って、なんとか刺激を加えて、獣医さんの駐車場で、出産をしたということで、無事に赤ちゃんが生まれました。今からそのカノンの赤ちゃんを撮影をしたいと思います。それでは、はい、昨日出産した、カノンちゃんです。あ、赤ちゃん潰れるよ。はい、よしよし、赤ちゃん見せてな、赤ちゃん見せてや。はい、あん、これがカノンの昨日生まれた赤ちゃんです女の子ね。そして尻尾はまだ切ってないので、
こんな感じで長い長い、わからない、尻尾巻いちゃったからね。よしよし、はい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 、よしよし、お母さんに返してあげよう。はい、なかなかね、一人っ子なんでしっかりした赤ちゃんです。ひっくり返しちゃって、ほら、かなカノンが守ってます。守ってるから分かりづらい。よしよし、お、守ってます。もう渡さないぞ。写真撮るのが大変だね。女の子です。はい、よしよし。